新水宅駅は、かつて、北海道夕張市清水沢三丁目にあった、北海道旅客鉄道、日本貨物鉄道石商線、三菱石炭工業内夕張鉄道線の駅である。駅番号は Y23 であった。電報略号はシミ。夕張市線の廃止に伴い、2019年4月1日に廃止された。かつては石炭を運ぶ。 貨物列車が多く往来し、三菱大夕張炭鉱、南大夕張炭鉱から石炭を運び出す三菱、石炭工業大夕張鉄道線との結節点として栄えたが、炭鉱の閉山により石炭輸送は廃止され、廃止時は旅客列車のみが発着していた。新夕張駅当駅間は、北海道最後のタブレット閉塞方式の鉄道路線で、 日本国内でも数少なくなった腕着式信号機が使われていた。2004年3月7日限りで交換設備は廃止され、北海道からタブレット閉塞と腕着式信号機は同時に姿を消した。交換設備廃止後も日曜、祝日を除く毎日7時10分から14時まで駅員1人を配置していたが、2015年10月1日に無人駅となった。 1976年の夕張線の、清水拓駅と、周囲約1キロメートル1 5キロメートル範囲。上が、夕張方面。下が、紅葉山方面及び、右上へ向けて、大カーブを切る三菱石炭工業大夕張鉄、道南大夕張方面及び、北端清水拓炭鉱の石炭積み込み線。ホームは、夕張に向かって、 右側にある駅舎に接する大夕張鉄道の短式ホーム一面一線と間に4本の留置線を挟んで夕張線用の島式ホーム一面二線が長い五線橋で連絡するという国鉄側が駅舎から遠い一風変わった配線になっている。大夕張鉄道のカーブの下には転車台が残されている。 北端の積み込み施設は、沼の沢の夕張新炭鉱に先立つ1980年の閉山後しばらくして解体された。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成し幌か別川をまたぐ、橋梁付近に、清水の湧くところがあり、清水の沢と呼ばれていたことからの命名とされる、短式ホーム一面一線を持つ地上駅であった。 交換を行っていた時代は、島式ホーム一面二線であった。廃止時は、旧二番のリバを使用していた。ホームと駅舎との間に、古線橋があったが現存しない。駅舎のあたりと線路の向こう側との間に、歩道橋があった。新遊馬利駅管理の無人駅であった。長らく新遊馬利駅所属の在勤駅員が配置されていた。当駅で交換を行っていた頃は、 運転を取り扱う、東務駅長が終日、出荷札を行う営業担当が平日、土曜の日中のみ配置されていた。運転取り扱い廃止後は営業担当社員のみ、配置。窓口営業時間は7時10分から14時であった。緑の窓口は当初から設置されていなかった。自動券売機が一時期設置され、その中で、 三菱石炭工業大夕張鉄道線の乗車券も販売していたが、友人時代末期は撤去された。三菱石炭工業大夕張鉄道線のほか、北端清水拓炭高専用側線も接続して、多数の側線を有していた。乗車人員の推移は下記の通りであった。1940年代までは農業地帯であったが、 その後単行開発により発展した。かつては東部の大夕馬地区との接点でもあり賑わった。ありがとうございます。